スペシャルゲストさんが到着されました。それではついたてお願いします。まあ我々はほら1問目ポンといっちゃったからね。いや本当ね、まさかの瀬戸内寂聴を当てた男ですから、ね、参りましょうか。スペシャルゲストさんはこちらの方です。これ反応だよね。犬とか好きそうです。え？トイプードルとか。お人形さんみたいな。色っぽい。おいい匂いしてる。甘い匂いがしてる。甘い匂い。スザンヌ。違います。プードルとかね。でも今確かに甘い匂いがしました。朝起きた時の、うん、あの寝癖がひどそう。でも寝起き悪そう、うん、低血圧。当てるぞ。どうぞ。木下ゆきな。違います。本当当てにいってるね。ごめんなさい。いやいやいい。さあ笑ってこらえて。なんかいつもホテルのベッドの上にいるんですわ。もうすごい素敵な素敵なホテル、おっきいベッドだね。ここでスペシャルヒント。憧れているタレントは志村けんさん。上地だ。違います。笑ってこらえて。日差しがダメそう、うん、日差しがダメ、うん、月の光のみみたいな。月の光色白なんだ。セレブな感じでしょ、はい、色白でしょ。色白勘三郎さん。ちょっと迷われていますね。笑ってこらえて。もう一つスペシャルヒント。実は B 級グルメが大好き。中でもラーメンが大好物。 お兄ちゃん分かんのかな。違います。ラーメン食べてる姿どんなんだろうって。ラーメン似合わないってことですよ。さあ笑ってこらえて。あーかっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいいです。男だ。美咲が似合いそう。風とかいっぱい当たってほしい。なびいてほしい。誰。ウェンツ。違います。小池徹平。これまさかバンドエイシャーやろ。確かに色白だけど切り株みたいな顔だから。さあ笑ってこらえて。もう彼氏だったら落ち着かないよね。あ、いい男なんだ。フラッと一人で出かけて行ってしまいそうだから。いい男なんだ。そのまま1年ぐらいは旅に出て帰ってこない。そうそうそう。稲垣吾郎くん。違います。あー言ったね。野口吾郎。ヒントすっかり忘れちゃってんじゃん。それ吾郎だけになっちゃった。稲垣吾郎でかなり来たぞ。いや、いい線いってると思います。笑ってこないで。アジアのさ、うん、スターでしょ。アジアのビッグスターでしょ。アジアっぽい顔だけど顔の感じが欧米っぽい。最近中国の映画に出てますよね。中国の映画。さすがさん、違うわ。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。金城武史。台湾出身で高校生にして早くも CM デビュー。その後映画やドラマに活躍の場を広げる。1995年
ウォンカーワイ監督の恋する惑星に出演。その演技が世界の注目を浴びる。あ、小姐、请问你喜欢吃凤梨吗？香港アカデミー賞グランプリを受賞したこの作品で、金城武は失恋した刑事役を熱演。共演したトニー・レオンとともに香港映画の魅力を世に知らしめた。またアジア人として初めてプラダのワールドキャラクターに起用されるなど、さまざまなフィールドのパイオニアである。本業の映画では日本はもちろん、中国、台湾、香港と活躍はワールドワイド。今や押しも押されもせぬ世界的大スターとして不動の地位を確立している。そして現在公開中の K20 怪人二重面相伝にも主演。あれは怪人二重面相だ。俺違うよ、俺は二重面相じゃないんだ。怪人二重面相に間違えられたサーカスの曲芸者が無実の罪を晴らすため二重面相に戦いを挑む。金城武演じる曲芸師と本物の二重面相が繰り広げる痛快アクションエンターテインメント。話題沸騰中の映画 K20 怪人二重面相伝は現在絶賛公開中。現在公開中なんですが、金城さん、はい、一言で言うとこの映画はどんな映画ですか？あのめちゃくちゃ面白いですめちゃくちゃ分かりやすい、はい、めちゃくちゃ面白いです。現在でアクションが多くて苦労されたところはありますか？いや、僕よりもやっぱりアクションチームの方が大変だったですね。僕はあの自分ができるところは頑張ってやって、うん、できないところもお願いして、お互いがいいところを使って作った。それすら危ないの、あのスタッフとかほんま力入るから、うん、ピアノ線で引っ張るとか、うん、そういうのもリハよりも力入れてしまう、うん、全員が、うん、分かるでしょ。それすら危ないよね、はい、あのアドレナリンが出てしまって、タレントもアドレナリンが出るからいけるとか思ってしまうの。あ、僕はなかったです。なかったですか？安全第一だね。昔一回さっきおっしゃってた状態で、うん、なんか命綱もなかったんですけど、うん、香港の映画でこのビルの屋上からこの隣のビルの屋上にジャンプするシーンがあるんですよ。で僕がやるところは走ってその壁に蹴ってカット。だから飛ぶふり、飛ぶふりだけのシーンでカットやねんな。だからなるべく踏んだら後ろに危ないから蹴ってて、でも何度やっても監督が「うん、なんか後ろに蹴ってるように見える」。もう蹴ってんねんもんな、権利な。そう、もうちょっとやってくれって言って、うん、で走ってわっと飛んだら上に立っちゃってピタッと止まってたんですよね、うん、その瞬間に後ろで「ってみんな声がして、うん、自分も「あっ」っつって、もうそこからもうさっき言った状態を出さないように。なるほど、もう死んでたんだ。もう一つ間違ったら不思議でしょうがないですね。こんなのいっぱいあるわけですね。俺すらあんねんから死にかけたの。今そして金城武さんをお迎えしたところで、うん、続いてはこちらです。ダーツの旅全世界版スペシャル。あ、これ一緒に見ていただけるんだ、はい。